ございます。おはようございます。今日もか用事があってね、千葉北に向かってます。この間も行ってたね。今回はそう、新しい板が来たってことなんで YouTuber も来たってことで撮りに行ってこうと思います。今日めっちゃ天気がいいんですよね。いい天気、なんかしばらく晴れそうだからね、うん、ずっと雨だったから最高だね。めちゃめちゃ暖かくて夏って感じ。まだ夏じゃないけど、まだでも汗ばむほど暑くないから、今ぐらいがちょうどいいよね、うん、まあ海入る人的にはもっと暑くなってくれた方が。いやもう陸はこれが限界が、まあ、陸はね、海パンで早く帰りたいけど、まずインドネシアのね、海パンはそうだね帰ってきたらもうでも、そうだね、夏かな、4月、うん、まだ梅雨かでも4月頭だったら、そうだね、うん、これさっきさ、知ってる、わかりますこれさっきローソン寄ったら、ローソンがなんだっけ、無印良品と最近コラボしてさ、コラボっていうかローソンに無印のものが置いてある、うん、でも昔から置いてたんだよ、ローソンの無印。あ、そうなんだ、うん、でもあんなすごい大々的に一角全部全部育てるで、まんまと引っかかってくるこれあのほぐしテトラって言うんでしょ。これなんかグリ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 、これすごい気持ちいい、これすごいいいかもと思って買っちゃいましたまんまと商法に引っかかってくるこれなんか滑りも良くて、服の上からとかあの肌の上からでもすごいツルツル滑るから、こうやってグリ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 やるのめっちゃ力入りやすいし、手で押すより気持ちいいから、ね、しばらくずっとお店でこうやってやってたあ、これいいわってなって買ってた。最近この胸のね、この胸のとこかがすごい固まってるって、あの指圧師のいつもやってくれる人に言われたから、ちょっとこの辺をね重点的にグリグリやってほぐしていこうかなと。お気に入りに入るね。気に入るね、うん、こういうの好きだから結構あのマッサージガンより手軽にね、うん、そうそう使えるから、まあほぐすタイプか、あれが近いやつ、用途が、用途が気持ちいい、めっちゃこれをね、私ゲットしてウキウキだからそんな感じで、まあサーフィンもねできたらどこかしようかなと思うんで、ちょっとチェックしながら行こうと思います。こんにちは、新井ひろとです。ちょっとね動画撮ったんですけど、このハズモデルの説明がね全然撮れてなかったんで、アフレコで解説していこうと思います。でまずね、ハズモデルっていうのがオーストラリアのエメリーのライダーのハーリー・ブライアントっていう人がいるんですけど、まあその人がとエミリーが開発したモデルで、そのハリー・ブライアントっていうのはねフリーサーファーで、結構でかいチューブから、まあオンシュアのコナミのね、かなりエアーもエアリストでもあって、両方ねハイパフォーマンスなサーファーなんですけど、まあそんな人が作った結構5種類ぐらいモデルがあって、ステップアップからフィッシュとか、ちょっとねオルタナ系のやつからパフォーマンスボードまで、その中の2つ、今回はハズショートとハズステップアップっていうモデルをねちょっと作ってもらったんで、まずはハズショートの方から説明していこうと思います。でハズショートっていうのがこの奥にある方のやつで、今スカシテールなんですけど、基本的にはねこれエミリーが間違えたみたいで、このハズショートはスワローテールになってます。でこのモデルの特徴が、かなりコナミショートっていうぐらいだからコナミ用のボードで、ノーズ幅がね結構ワイドで広くて、でもテールがね少し絞ってあって、だからしっかり踏み込むと、前足で踏み込むとねかなりスピードが出るんですけど、まあ、後ろ足でこう切り替えた時にね軽く振って上に上がってくれる。でコンケープもねシングルからで、テールがダブルコンケープになってるから、すごい扱いやすい乗り味でしたね。でまあ幅が広いって言ってもそんなめちゃめちゃ広いわけじゃないんで、結構パフォーマンス系のボードも乗れるし、週末サーファーなんかもかなりテイクオフも安定すると思うんで、おすすめなモデルとなってます。でこのもう一個ロスが持ってる方が、ハズステップアップって、まあ名前の通りステップアップなんですけど、少しね、まあ長くして
作るのがおすすめなのかな。でまあテールがねラウンドピンテールっぽくなってるからかなり取り回しやすいと思うし、でしっがっつりシングルコンケープで、結構でかい波からね結構力のある波ですごい良さそうですね。これってはまだ僕 も今現在乗ってないんで乗り味は分かんないんですけど、まあそれもしっかり乗り込んだらね動画の方でこんな感じの板だったよっていうのを説明していこうと思うんで、その辺の動画もチェックお願いします。でこのハズモデルは見てもらうと分かるんですけど、エメリーのロゴが黄色になるんで、それもかなりねおしゃれなんで、今回初めて黄色のロゴが来たんですけど、それめちゃめちゃおしゃれなんで、もし興味ある方はぜひオーダー、もうすぐできるのかな、もうできるのかなみたいなんで問い合わせてオーダーしてみてください。オンラインコーチング受付中。風がピュンピュンすな、モワモワしてるのか、良くなさそう、とても。オーマイガーシュ、なんかサイズはセットあるけど、なんかね、確かね、ちょっとここではやんないかなとても良くなさそう、今日来たね、ゲットしたボード乗っちゃおうかな、左まだ巻いたばっかだから柔らかそうだけど、乗ってみたいからどうかな、大丈夫そうだね。でこれハズ、新しいモデルでハズショート、あのハリー・ブライアントってオーストラリアのエメリーのチームライターがいるんですよ。その子がのモデルじゃないかの、結構コナミ用のショートのモデルで、結構かなり良さそうなんだよね。最新でしょ？最新、一番最新、うん、なんかこうシングルなんだけど、うん、結構キックも強くてめっちゃいい感じで、うん、とりあえず乗ってみないと分かんないから、でもまだね、フィーリングがね。でサイズもさ、俺ちょっとでかくして今回から、うん、厚みをちょっと上げたから、その辺もどうかなと、うんうん、いろいろその辺をね出していこうかなと思います。はい、バナナブレッド完食。こういうの食べてね体重を増やしてるんだよね、カメラマンさんの特性だからオーストラリア風なバナナブレッド、うん、まあ、バターめっちゃ塗りたい、美味しいよね、うん、ちょっと焼いてね、そう練習前に。最近このねメイヘムのフィンがお気に入り、すごい調子いいんだよね、めっちゃスムーズなんだけど、うん、結構固めなんだけど、うん、すごい形が良くてめっちゃオールラウンドにすごい調子いいから、ホールドしてくれるしリリースもできるし、うん、DHD とは、 DHD よりもっとしっかりホールドしてくれる、うん、硬いのがサーッともっとこう抜け感もある、うん、こっちのがねクッてちょっとカーボンが入ってるから、はいはい、固めん、硬いんだ、でも薄いんだとちょっと薄い気がするんだよね、うん、だから美味しくないかもしれないけどそういうイメージ、なんか感覚がすごいしっかりホールドして、硬くてホールドしてくれるけど、うん、薄いからしなって、でこれ M なんですけど、うん、今 S もちょっと頼んでて、あ、そうなんだ、そう、ちょっと M だとねしっかり踏み込めばいいんだけど、踏み込めないとちょっとでかい時があるから、ちょっとまた試したらお願いします。スポンサー様募集しています。
様です。お疲れ様です。どうでした？まだわかんないの。本当なんかそこに慣れない感じがする。すごいさ、まだしっかり飛ぶとさ、すんごい走りはいいんだけど、ここから結構スッてこう絞ってあるから、後ろでキュンって行くときにキュインって回る。その切り替えがね、ちょっとまだ難しかった。波もさ、ここに開いていっちゃって、レギュラーは。結構ここいつもそうなんだけど、得意じゃないから。ここでやるとサーフィンがすごい細く感じるし、それもあるけど、板もでも走りはすごい良かった。あと、これ厚みちょっと上げたんだけど、厚みが今そんなに気になんなくて思ってる。ただちょっと幅が出てるから、その幅の方がちょっと感じた。まあでも結構もうちょっと乗り込めばすごい使えるんじゃない。最初苦戦してんのが分かったね。結構苦戦した。なんかモワーンってやっぱこう無位置が分かんなくて、ちょっとキリキリしちゃって。そんなちょっと変わるだけで難しいんだね。難しいっていうか、そうだね、しっかり乗りこなすの、ね、バチッと決めるのは乗れちゃうは乗れちゃうけど、その中でやっぱスイートスポットはいたの。そこに決めて乗せ方もちょっと違うからさ、それが面白いんだけど、それをうまく調整していくのが。ハマるとすごい絶対いいからさ、板自体は完成されてるから多分すごいいい板だから、それにうまくはめて、ハマった時にわっ結構いいターンっていう。何回かね、レギュラーもいい感じの、ターンの感じがすごい良かったから、そこにうまくはめられれば自分の体重移動を、感じかな。面白いやっぱ新しいから、まあそんな感じで出なかったけど、ユーゴも一緒にやったから。あ、そうだ。全然取り忘れてたけど、同級生のまあまたタイミングあるでしょ。そうだ、めっちゃやってたから楽しくできたからよかった。なかなか慣れこなくて最初やばかったね。でも途中から今はちょっと良くなってきた。いいよね、風止んで今いいかも。結構ねえ、サイズもあるし、なんか右の方がさ、悪いように見るとさ、全然さ、ね、フェイスがないからさ、やっぱこっちの左の方じゃない、良くなかった。そういうとこやると通り見えんだけど、まあそんな感じで楽しめたんで、とりあえず今日は終わります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。